はい、こんにちは、相澤です。本日ご紹介するおもちゃは、またまた折り紙というかね、このところ何度か折り紙を紹介しているんですけれども、私にとってはものすごい思い出深い折り紙、立体からくり折り紙をご紹介します。はい、それでは立体からくり折り紙見てみましょう。というかその前に、これは一体何かということですね。はい、ケースに入れてありますけれども、はい、ここに私の本があります。好き絵本とおもちゃの日々ね。この本も、もう29年ほど前にね出た本で、29年前に出た本にしては未だにこれ売ってるって、すごいことだと思いますけども、自分で言うのもなんですが、漫画で30年の息があるってね、なかなか大したもんだね。その間売れ続けて30年じゃないっていうところもね、まあそんなことはどうでもいいんです。はい、ここで、こういう、天才ピエール・クラーセン氏に会うというね、まあこういうエピソード書いてます。で、今日は私がね個展をやった時にちょうど額装をしてね、原画がここにあります。はい、こういうね、私がもう最初にクラーセンさんに会って、これがね嬉しくて嬉しくて書いた漫画ですね、これね。はい、こうこれくらいか、これで見えるかな。はい、でここで書いてあるように、1993年2月11日午後2時、 この日に会ったんですね、クラーセンさんにね。で、プレイオンというね、クルトネフさん、亡くなったクルトネフさんが、経営をしていたおもちゃ屋さんが待ち合わせ場所で、クラーセンさんすでに来てたんですね。そしてクラーセンさんに会った時に、はい、ここでドキッてね、はじめまして、カチンコチンってね。で、はい、ここでですね、この最後のこのシーンですね。はい、ね、私は布施智子さんのユニット折り紙が大好きで、彼女の立体からくりという本の中から立方体を展開して裏返すと正八面体になるという折り紙を1日かかるんですよ、この折り紙ね。ユニット折り紙でね。で、作り、彼へのプレゼントとして、日本から持参していたわけですよ。ね。そして、これがこうなるよと、ね、ひっくり返すと、キュービックスがダイヤモンドになりますと、ね。こう言ってるわけです。そして、これをやってみせようとして、手が震えてうまくいかなくて、クラーセンさんは、ね、クラーセン氏は私から離れて後ろ向きで待っていてくれたっていうか、優しいですね、ここはね。はい、そしてとても喜んでクラーセンは言うわけですね。おお、うんだばって、素晴らしい、私の日本の友人で折り紙のマイスターがいますよってね、彼女に見せたいな、名前は智子布施と言うんですが、布施さん知ってたのかいっていうね、そういうオチの漫画です。ということで、実はですね、この一日かけて折りっていう、これをね、彼に渡すために折った折り紙、2つ作ったんですね。こういう時ね、自分用に1個作るんです。で、彼には1個、ここに1個残るというね。そしてこのケースがあるでしょ。ケースももちろんこれは私の手作りで、なぜケースがいるかというと、想像してみてくださいね。これね、折り紙ですから、こうスーツケースに入れたら、これぐちゃぐちゃになっちゃうわけですよ。ね。それを避けるために、ケースに入れたわけです。だから自分の手作りケースですが、
ケースも2つ作って今こういう形でまあ残ってるわけですね。ですからこれをこう取ると、はい、いよいよね、このユニット折り紙立体からくりというね、折り紙の中から、はい、ではこれを展開をして、これがまあ言っていわばキュービックスですね。これをひっくり返してダイヤモンドにするとね、これをご覧いただこうかなと思いましてね。ユニット折り紙ですから、複数の折り紙を折り込んで折り込んで、そしてこうやって、組み立てているわけですね。どう組み立てているかというと、はい、これこうなります、こうなります、こうなって、こうなって、こうなって、こうなりますね。はい、これがね、正八面体にするのが大変でね、まあこういう、これをひっくり返して、はい、ここの部分をですね、こうやってお入れていくわけですね。これをですね、クラーセンの目の前でやったわけですよ。彼はあまりにも私が手が震えてうまくいかないって書いてありましたけども、手が震えてなくてもこれね、大変なんですよ。あのデリケートなんですね。ということで、これをこう今組み立てていますがね、はい、ちょっと武田さん手伝ってもらうしかないかな、これ。はい、こっち来て、はい、手伝っていただけますか。すね、どこでどう組み立てるかね、お分かりでしょうかね。こうすぐ横に入って、そう、すぐ横を、ね、横へ入れていけばいいんですよ。横へ入れていけばいいんだけども、最終的にね、2つ折り、あの入れないといけないとかね、そういうところがあるのね。はい、ここもこの裏がやっぱり、ちょっと待ってね、ここを入れた後、そうそう、思い出した、このね、プレイオンでクラーセンさんの前でこれを組み立ててる時、あんまり私が手こずってて、ちょうど旅の同行者で、確かあの時は樋口正治さんが私に手伝ってくれて、そしてようやく完成したっていうね、それを思い出しますね。いい思い出だ。すごい繊細ですね。すごい繊細でしょ、はい、すごい繊細ですが、はい、うまくいってますか。ここに入るんですかね。ここに入るんですよ、これがね。で、こうして入れる。まあ本当に繊細もいいところの、まあ折り紙ですね、これはね。立方体が正八面体になるって、その美しさ、これがね、やっぱね、クラーセンさんに手渡したかったんですね。いや本当に、このさ、ベロがね、わざわざ金が見つかったんですよ。この、はい、要は、これ、曲げても入りやすいだろうと。ね。これ、硬いと結構難しいんじゃないかと踏んだんです。うん、どう思う？もう少し腰があった方が、組みやすいのかな？こうでしょ。これが。あ、これが。マステがいるよね、これ。本当に一回貼りたいですね。貼りたいよね。でも、あ、だいぶできた、ね。来ましたね。来ましたね。あとここだけ。あとここだけだね。はいはいはい。よいしょ。こういうシーンで、私がこのベロをね、こう腰がある、やばい金紙選んだのは、まあ、未だに正解じゃないかなと思うんだけどね。
あ、なんとかできましたね。できましたね。はい。正八面体でございますよ、皆さん。ね。ダイヤモンドと同じ形になると。そしてまたこれをひっくり返して、組み直すと立方体になるというね。ですからこれも、クラセニさんにあったのが1992年です。あ、93年だ。93年ですから、ちょうど今から30年前で、その時に折ったものですから、この折り紙も30年前に折った折り紙だったんですね。ということで、はい、私の、ほぼ記念碑的な折り紙の一つ、ね、立体からくりを本日はご覧いただきました。こんな感じでいいかな。ご視聴ありがとうございました。よろしかったらチャンネル登録をお願いいたします。